やっぴー。はい、どうも、明けそうよ。できました、はいはい。前回のね、なにわ男子会でちょっと画質が荒すぎやろってことでちょっとまあイレギュラーありましたね。そうなんです。なので、ね、せっかくなんでランウェイさんにお邪魔してみましたってことで、わざわざ一緒にお邪魔させていただきました。あとでまずはじゃあ自己紹介の方から。自己紹介ね、ならシンバ君が行こうか。はい、どうもランウェイのシンバです。よろしくお願いします。おいでいっちゃうよ。ついてないよ。芝居の役をやってます、銀です。よいしょ。どうもラーメンの矢吹城です。よろしくお願いします。ラーメンのプロデューサーのね、はい、十条渡です。みんな知ってるかな。よろしくね。ラーメンファースト、小田秀吉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくラーメンファーストの渚かおるです。お願いします。はい、ショッツです。よっしゃ。今日は全然編集できるんで何言ってもらってもいいですか。普段はね、生放送なんで言ってしまったらもう取り返しつかないことはあるんですけど、今日は全然大丈夫です。なるほど。何でもぶっ壊れない。で、とりあえず渡さんに、はいはい、今月直樹さんの主催 のネオホス対、そうですね、5月28日に、はい、バトラーとネオホスの対談させてもらうんで、対談させてもらって、そちらの方もね、はい、わざわざ来てもらって、一応 Y プラスさんが主催で、はいはい、今回はやらせてもらうんで、がっつりちょっと面白いことをガンガン放り込んでください。大阪 の、はい、ホストのフリーザッシュ持って帰って、はいはい、じゃあラムエにアイドルホストはここだっていうのが載ってたんで、はいはい、ネオホストはここやっていう、ネオホスト言えばね、すごい盛り上がってますけどね。こうなったらもう主催しゃなあかんやろっていう感じで、うん、まあ、みんなにやっぱ勘違いしてもらいたいですよね。どういうこと、思い込んでもらいたいな。ネオホストはあんまいないかもしれんけど、はい、そういう体でね、なるほど。まあこういう感じでネオホストもいるんでね。こういう感じのね、はい、やるだけネオホストじゃないお前はネオや言われました。まあ、ほんまに何でもできます。今言ってくれても何でもできるかなと思う。ショッツカットマジで、はい、どういうこと。全然なのよ。お前がリクエスト相手です。そうそう、ショッツさんに対してのリクエスト、ショッツさんが何か言ってくれたらそれ全部対応しますみたいな感じの。それモノマネしてって言っても大丈夫なんですか。あー、ピカチュウとか。おや、自分で言う。トゲピーとか。トゲピーって誰。トゲピー、ピカチュウとか。ピカチュウみたいな似てな微妙みたいな。トゲピーバレ似てますよ。トゲピーって誰ですか。どうなんですか。ポケモンの、ポケモンの、はいはい、じゃあ、何これ。ほんま身内の動画ちゃうぞ。まあ、いや、チョケチョケピーみたいなね。じゃあカットでこここれ完全カット全部使われるもんね。いや、でも何でもできるって聞いたんで何でもいいかな。なるほど、はい。ショッツさんね。でも俺今日もうその入り口からもうかなりもうワイワイな感じで楽しい感じなんやなっていう。もう従業員とかも来てもみんななんかもう知らん俺に普通に喋りかけてくれたりとか、めっちゃいい感じと思って、まあ、今日基本的に8割ぐらいやのベロベロやと思って今日調べやったらみんな人見知り。これ3回ですよね。だいぶね、そう、みんな人見知り多いんだよ。俺は知らず抜いたから。そうなんですね。そうなんですよ。今日はもうみんな酔っ払ってるっていうかね、割とテンション高めなんですけど。まあ、ただまあ個性を活かせるっていうか、まあ僕もホスト3ヶ月、初めて3ヶ月なんですけど、そう、やっぱり3ヶ月3ヶ月なんですよ。ほんまに2ヶ月目になって、2ヶ月目にナンバーワンになって、すごい。3ヶ月目にナンバーワン取られて、この親知らず抜いたおっさんに、ライオンさんまのままおっさん取られて、3ヶ月目にナンバーワン取られて、まあでもやっぱりその自分の個性とか、その好きなことだったりだとか、自分の生きがいとかを活かせるような世界だなっていうのは。めっちゃ喋るじゃない。めっちゃ喋る。めっちゃええこと言うじゃないですか。営業マンに戻ってらっしゃる。じゃあ戻ってらっしゃる。じゃあ先輩やけど。めっちゃ語る。ベロベロの銀さんは何か一言おっしゃってください。チームミーティングしてる銀さん、チームミーティングしてる銀さん、ベロベロの銀さん、はい、チームミーティング。何チームミーティングしてる俺って。チームミーティングの時ベロベロちゃうよ。一番店でまともや思うよ銀さん。はい、銀さん一言お願いします。
茶ぶりやな、お前本当にそれは辛いね、だいぶ辛いよ、お前しかも2ヶ月、3ヶ月のやつにおーいおーい俺7年やったやん確かにな、だからそれもお前が継続できたらすごいよ、うん、いやでも秀吉来月生アウトルでよろしくお願いします。来月今月はどの辺か、今月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 、来月、再来月、ささ 来月ごめんやけど、今月また俺やでじゃんえ、なんかあの名前、源氏名とかってそれぞれみんななんかあるんすか。あー、僕はあります。まあ、そうっすよね、はい、絶対ありますよね。僕、完全に明日のジョーから取ったんで、まあ、そうっすよね。僕、ホスト始める前、僕、元プロキックボクサーなんですよ。え、マジで。はい、で、ここにすげーあの入店した時に、初日スーツなくて貸しスーツ着替えてって言われて、着替えてる時にその内勤の翼さんと一緒に、お前体バキバキやな言われて、どうしたらそうなんねん言われて、あ、もう元々キックボクサーやったんですよっていう話した時に、お前明日のジョーやんけってなって、本名ジョーそう、本名バキ全然明日のジョーボクサーっすよね。そうそう、キックありますよ言うたんやけど、ジョーさんの明日の真っ白な灰なところ見てみたいなジョーさんの真っ白な灰なところ見てみたいなちょっと息していいかいいよ真っ白な範囲な、ジョーまで、ささなにに、1時ナイス来たよ、真っ白な、はい、滑った取り返した、取り返した、これちょっと、これちょっとこれ、あえて使いますよやばい、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 ちなみに、和田さんがなんか、プロデューサーということで、はいはい、その、どういうプロデュースをメインにどうなんですか、何もしないですけどね。はい。してね。そうですね。まあ基本的に店のブランディングだったりとかね、ファッション関係とか、おー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 、店をプロデュースしたりとか。どうなんですかね。難しいですね。その従業員のそのファッションについてとかも言うんですか。語るんですけどね。まあファッションセンスね、まあ、みんな素晴らしいイケてるファッションで、かっこよくなってくれてよかったな。なるほど。ミスでしょ。ミスでしょ。今日ラウェイ一番最大のミスや。一番最大のミス。え、それラウェイの。これあ、これそうなんですよ。これラウェイ。可愛いですね。こっちもラウェイかかってるんですよ。これイベントの時みんなお揃いで来たりしますよ。あ、そうですか。へえ、可愛いそれ。たまたま今日イベントでも何でもないのに来てしまった。あ、ほんであとあれですよね、あとでちょっと写真撮らせてもらおうかなと思ってるんですけど、はいはい、ラーメンさんって常にシャンパンタワーがあるんですね。あ、そうですね。それすごいですね、はい、歌舞伎町ってあんまり多分ないんで、なんか面白いなと思ってて。そうですね、まあ、いつでもサクッとタワーできるようにね。いいっすね。フットタワーをプロデューサーがやっちゃうんでね。あー、なるほどね。でも地方の女の子とかもかなり見てるんで、じゃあ、はいはい、大阪のランウェイに来たらいつでもシャンパン入れても大丈夫っていうのを。うーん、まあ、そうですね、シャンパン入れなくていいですよ。え、そんな感じで、感じの優しさね、どしどし入れてくださいね。どしどし行こう。ちなみに今度のネオホス対バトラーみたいなの、はい、なんかこれだけ話したろかなみたいなんてもあります。先になんか言う、ネタバラシみたいな。まあ、いてるだけで100点満点かなと思いたいんですけど、人生僕はポップな感じなんで。なるほどね。ポップスターは俺でしょみたいな。あー、エクサイルはじゃあそこカットで、ね、なんか、大阪と歌舞伎町の違いみたいなとかって何かあります？なんかその、大阪と思ってる、ね、東京、まあ、経験させてもらったんですけど、僕も、まあ、銀ちゃんもね、はいはいはい、したけど、どうなんですかね、根本的にはあんま変わんないですけどね。あ、その前の人はやっぱ来てもらった女の子に楽しませたりとか、また来たいなって思ってもらったりとかするんで。おお、だからそういう根の部分ではね、あんまりあれですけど、ただ大阪はやっぱガイガイしますよね。ああ、ワイワイ系っていうのは。なんか従業員同士が結構ワイワイしてますよね。そうですね、飲む従業員がやっぱ多いんで。あ、はい、結構歌舞伎町もワイワイしてる店舗もあるんですけど、なんかもう俺が一番みたいなのがばっかりのところも結構多いなっていうのは。はい、そうですね、多いんで、なんか狙いそぶらないですよね。でも、従業員ほんまに仲いいですね。仲良さそう、フレンドリーなんで。確かに、そうそう、それはめちゃくちゃなんかもう見てて、いやまあ一緒の感じかなと思って、まあ、ヒゲ生えてるのはもうショートさんと僕だけですよね。そうそうそう、ヒゲヨシはヒゲヨシはヒゲヨシはずっと言われてましたもんね。ヒゲヨシはい、ピーさんと脱毛行きました。そう、行ったね。行きました。つるつるやもんね、今つるつるして今。ちなみになんかそのランウェイの
なんかあの旅行とか行ったりするんですか？あ、ありますあります。なんかそういう時に、ね、なんかアホやなこいつらみたいな、なんか面白いネタみたいなないですか？ちょっと絶対ありそうみたいな。うちの社長が体力を行ってない二人組、結構アクティブなんですよ。社長が結構アクティブで、あのバラエティの番組が好きで、で、あのまあ、じゃないですけど、まあ、従業員寝てる時に寝起きドッキリで回ったね、水をシンバさんの顔面に垂らすっていう。で、あの人間あの地味なドッキリやね。地味なドッキリでね、そこ溺れた感じになるんですよ。そうなんや。で、ほんでも動画を撮ってるという、それを YouTube にアップしたりとかする。なるほど。だから旅行の思い出をちゃんと残してみたいな。そうですね、やってます。その YouTube ちょっとあの URL じゃちょっと送って。それをもうこれ挟みます。こんな感じですみたいな感じで、この時のみたいな。ちょっと寝起きやけど、寝起きですね。だいぶやばい。結構違う顔してないから。コンディションバズりました。結構社長さんが結構もうバラエティ豊かな感じなんで。そう、まあザ関西人なんで結構。そうですね。へえ、そうなんや。なるほどね。いや面白いですね。でもランウェイの皆さん、日頃からなんかそのスポーツとかも盛んで、夏やったらウェイクボード、冬やったらスノボー、サッカー、フットサルやったり、バスケやったり、格闘技やったりとか、みんなそれぞれが趣味持って、あの一緒に出かけたりとかする。へー、そうなんですね。夏があるんですよね。そうですね。野球部、サッカー部、ウェイクボード部、スノボー部。めっちゃ楽しそうだね。そうですね。あれが、それで、スノーゲーム動いてみたいな。めっちゃ面白いですね、それ。それはなんか、一回入ったらもうなんかやめれないですよね。その過ぎて、やっぱり絆が生まれますもんね、その中で。やっぱり。あ、今度あのその年に一回うちでも歌がうまい王座。ああ、電車で。ああ、出た。ジョーはうまいって噂。ジョーやばき。三三二二一一。何歌いましょう。あ、ストーリーストーリー。一人じゃないから。はい、オッケー。やばい、いけない。出てください。で、電車良かったよ。出た方がいい。出た方がいい。うん。上役が出た方がいい。でもみんな上手い。みんな上手いですよ。シンバーも上手いし、銀さんも上手いし。銀さんも上手い。へぇー。だけー？それはもう。だけー？みんな上手い。秀吉は？秀吉はまあまあ音痴。はい、わかるよ。ミスするね、ミスするね。ミスチルの高音絶対出ないね。なのに歌いたがる。歌いたがるやつね。たがりたがり。たがりたがりね。はい、たがり。かな、あの、カオルさんは何やったかな。え、これカットで。そこはちょっとガチで俺が分かんなかった。じゃあ、あえてこういうの使いますか。いやいやいや、やめてやめてや。そういうこと。そうやん。残りね、5分ぐらいなんで、ランウェイの、なんかこれやったらなんか女の子も来たなるやろみたいな、なんか一つちょっとそれぞれ言ってもらおうかな。じゃあそうですね、シーバーさんから。はいはいはい。自分の売りってことですよね。そうですね、自分の、まあランウェイの売りでもあるし自分の売りみたいなことですよね。まあチャームポイントみたいなね。なるほどね。なるほどね。一発目かなり不利なもん。まあまあサクと言う、サクと言うのであれば絶対に楽しませちゃうぞと。ほらこうなるやろ。言うてるもん、ほんまもう切れんでもう。はいはい、終わり。これオッケー、オッケー、オッケーだ。オッケー、もう一回でもらわない。もう一回今探されてるカットで、もう一回取り直します。だからね、大阪というあれやね、やっぱりハードルがね、飛び出しんじ緊張してんの。ラーメン関係なくなった。ほんまね。ハードルって何ですか？大阪人ってこう、ハードルが上がってるわけですよ。大阪人って何？歌舞伎から来る人とか、地方から来る人。あ、なるほど。大阪は絶対おもろいぞと。絶対それに答えますよ、ラーメンは。絶対それに答えますよ。ほらね、こうなる。いやいやいや、シルバーだな。シルバーさんと銀ちゃん行こう。銀さん、まあラウェイの良さ、まあ見てわかる通り男前は結構多いとは思うんで、誰が一番かっこいいや。お店でもね、誰が一番かっこいいねん。まあヒゲ押しとか、
ね、よかったねよかったね多分今一番ヒゲ生えてる時間帯夏もまだポロポロしてないからね男前が多いっていうのは結構魅力なんじゃないかなってのはなるほどおー、はい、いいですねカメラマンで確かにいやーね、僕からしたらやっぱね、イケメンが多いんでね、イケメン多いプラスいろんな地方の子が来てるんでね、ドアップやん。まあいろんな地方の子にも対応できるかなと思いますし、やっぱり中身その熱い人間が多いんで、僕とか特にね、もう顔がこんなもんなんで、はい、ラーメンの中ではやっぱりもうイケメンが多いんで、はい、中身もやっぱり熱い人多いんで。そこでやっぱりお客さんのそのニーズに応えられるかなと思います。はい。ひげよしはやっぱりイベントの多さだったりだとか、そうですね。やっぱりいろんなイベントがあるっていうところですよね。でまあやっぱりよく喋ります。はい。よく喋ります。はい。ひげ濃いとかそんなんどうでもいいです。はい。よくみんなやっぱりその楽しませるっていうことに対してみんなストイックなんで、うんうん、はい、やっぱり来てもらった人に関しては絶対に楽しいなって一言言ってもらえるような皆さん の接客があると思うんで、ぜひ一度来てもらって楽しいなってみんなに言ってほしいなと思います。イエス、おい、逃げしょっつって、カオルさん、カオルさんで、はいはい、やっぱりまあ言われてるようにやっぱり大阪かぶったあかんで、かぶったあかんで、大丈夫です大丈夫です、大阪っていうことでやっぱ面白いっていうのはまあもちろん県民かな言うとんねん、県民かな言うとんねん、ちょっと岡山県民なんでねあれなんですけども、面白いっていうのももちろんあり、やっぱり加えてもう男前イケメンいろんなもう種類のイケメンやらかっこいい人がたくさんいて、絶対にもう満足してもらえるお店やと思うので、ぜひ一度お願いします。いやいや、おい、じゃあ、いや俺は俺はラーメンで来て、来て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 三分ぐらいで絡まれました。めっちゃ楽しい店です。じゃあ最後は渡るさんで締めましょう。そうですね。まあ魅力ある男はねいっぱいいると思うんですけど、スタッフとかね。で一番僕が言いたいのはやっぱ魅力ある女の子が来てくれるんですよ。魅力ある男のところにやっぱ魅力ある女の子は来てくれるのかなと思うので、だからね女の子に恵まれてるなと思うので、はい、これからもね魅力ある女の人はねどしどしラーメンの方に来てください。 OK? イエーイ。